日本一の西武を迎えてのオープン戦開幕投手、19歳の阪神麦倉投手、大役に少々緊張気味です。スライダーやフォークなど覚えた球をみんな試してみたいと言っていた通り、変化球主体のピッチングでしたが、ストレートの走りもよく堂々たるピッチングでした。麦倉本人も楽しみにしていたという清原との対決、第1打席は初球のやや甘い球を清原が打ち上げてセンターフライ。第2打席はストレートでぐいぐい攻めて、最後はタイミングを外すカーブでショートゴロに打ち取りました。日本一の西武打線を相手に4イニング数を2安打無失点、最高の結果でしたと大喜びの麦倉、中村監督もすっかりご満悦です。快晴の高知県安芸市営球場、阪神西武ともにオープン戦の初戦です。まず西武4番ファーストでスタメン出場の清原はこの試合3打数1安打、3打席目にようやく内野安打を放って苦笑い。一方5番に座った秋山は第1打席で右中間に2塁打を放つ好調な滑り出しを見せました。今日の注目は阪神の先発2年目の麦倉、140キロ台の速球とカーブのコンビネーションで4回を2安打無失点に抑え、先発投手陣で頭を痛める中村監督を喜ばせて一軍降格をアピールしました。試合は4回に阪神が2アウト満塁のチャンスに金森が西武先発鈴木哲からレフト前に先制のタイムリーヒットを放ち3対1として勝ちました。ところでこの試合、中村監督が打球の判定をめぐって審判に抗議する場面も見られまして、今シーズン勝負にかける執念を覗かせていました。